こんにちは、カーピです。今回も最強のカープを目指してプレイしていきましょう。今回は S ランク先発投手のグレードアップスカウト3周目です。合計で102連になりますね。野村投手を求めて最大102連です。野村投手が出た時点で終了です。はい、今回も結局こうなるんかいっていう感じですね。もし1、2周目68連までを見ていない方はぜひそちらを先に見てもらえると流れが分かりやすいかなと思います。今回の S ランク先発投手の強さランキングは昨日動画を上げております。そちらも合わせてどうぞ。それではガチャ回していきましょう。グレード1、もし今回引けなければさすがに追加はできないかもしれません。来週はプロスピセレクションも控えていると思いますからね。セレクションの登場選手予想動画今作ってます。そちらも近々公開したいと思います。まずは B ランクからスタート。グレード2、去年の年末は S ランク中崎投手を狙ってこの2周目に来たことがありました。3年で終わったんですよね。今回もそんなこと起きないかな。起きないですよね。グレード3、グレード4、そろそろ A ランクぐらい来るんじゃないですか。来ませんね。グレード5、ここから A ランク確定です。リアルのカープとともに僕の飛球も行方不明になっております。そろそろ帰ってこい。ラストはアドア選手、最近当たるな。グレード6、あっという間にグレード6ですね。ぼちぼち S ランク来てもいいんじゃないでしょうか。たまには雨をください。コナミさん、いつも無知が多すぎませんか。割れないボイスですね。コナミさんって言ってたら阿部選手が来ました。自治名はノムスケ、また来たノムスケ A ランク。コナミさんが追ってくる。おほほ、アドア選手2枚目、新たな被り枠か。グレード7、はい、あれよあれよとグレード7まで来ました。ここは S ランク新選手確定。ノムスケ確率 30%。 ここまで2回ここを外しているわけですが、 30%、 3連続の外す確率は 34%。 今回こそいけるでしょう。渡辺選手もめっちゃ出る。さあラスト 30% でノースケ、この戦いに終止符を打ちましょう。お願いします。原樹里選手、羨ましいぞ。はい、羨ましい原樹里選手が来ました。今回のグレードアップは負けですね。完全なる敗北と言っていいでしょう。3周して出なかったらもうしょうがありません。ノムスケは今後のミキサーとか自チーム確定福袋で狙っていきたいと思います。グロスピって出ないときは本当に出ないと思うんですよね。それなんで今回は一旦冷静にスマホを置きたいと思います。8月の初め頃にはおそらく自チーム確率 50% のグレードアップスカートが来ると思います。その頃に自チームミキサーと合わせてまたノムスケチャンスがあると思います。詳しくはガチャ戦略の動画を上げてますんで、もしよかったら見てみてください。ガチャのコンプリート戦略を語っております。はい、今回もご視聴ありがとうございました。大黒パン、チャンネル登録ぜひお願いします。次回の動画はプロスピセレクションの登場選手予想を予定しております。動画に来ない部分は Twitter で発信しています。そちらもフォローよろしくお願いします。この動画は概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。